セルビア帝国は、セルビア王国ネマニッチアサの君主ステファン・ウロシュ4世、ルシャンの皇帝即位により1346年に成立した帝国。東ローマ帝国では、アンドロニコス2世、パレオロゴスとアンドロニコス3世、パレオロゴスによる内紛が起こり、勢力が減退していた。一方、ウロシュ4世は、アルバニアとマケドニアを奪取して、セルビア王国の最大領土を形成した。 さらにその拡大した勢力を背景として1345年、セルビア人とローマ人の皇帝と称して、セルビア主教を総主教に格上げし、翌年には皇帝として即位した。そして1349年には、ドゥシャン法典を発布して、セルビア帝国の最盛期を築き上げた。しかし、ウロシュ4世の死後、セルビア帝国は急速に衰退する。 ウロシュ4世の息子ステファンウロシュ5世は単独で、定位を維持しきれず、ムルニャブチビチ家の部下信との共同統治となる。その後ウロシュ5世が死去したネマニチ朝は断絶し、帝国は解体した。その後、国家はラザルフレベラノビチのセルビア公国に引き継がれる。1402年までセルビアの一部地域にて、セルビア皇帝の行為を主張したウロシュ5世の後継者もいたが、 キリシアの領土が回復することはなかった。アナスタス・ボカリックによる20世紀の会が、コスボでのセルビア帝国破滅ウロシ五世の下で崩壊してゆく、セルビア帝国は強大なオスマン帝国に対し小さな抵抗を講じた。内戦勃発と国家の文言への最中、1371年のマリツァ川の戦いにて、オスマン軍は、 ブッカシンムルニャブチェービチ率いるセルビア軍を撃破して南方の総督らを従属させ、その後間もなく皇帝ウロシゴセイも死去した。続くオスマン帝国支配下の数世紀の間、セルビア帝国のもとに統一されていたかつての国家の遺産は、セルビアのナショナルアイデンティティの不可欠な要素となった。百四十九年のドゥシャン法典、ドゥシャン法典は二度の国会で制定されたものであり、 一度目は1349年5月21日のスコピエにて、二度目は1354年のセレスにてであった。セルビアの監修法と東ローマ法の両側面を持つ同法典はすべての社会領域を規制したため中世の憲法とみなされる。法典はローマ法や東ローマ法に基づく201条を含む。 司法の独立を制限した172条と174条の法の移植は注目に値すべきであり、それらは東ローマ法のバシリカから受け継がれた。同法は1219年にセルビア大主教様により制定された初のセルビア憲法ザコノプラビロに起源を持つ。ザコノプラビロはローマ法や教会法、公会議に基づく大陸法の編集物であった。 その基本目的は帝国とセルビア正教会の機能を体系化することにあった。その法律は貴族階級の原理で貴族と農民の大幅な差異を築いた当時の西ヨーロッパにおいて普及していた封建制との共通点がある。君主は広範な権限を有していたが有力者や司教からなる常設評議会に囲まれ助言を受けていた。宮廷初期間、行政は コンスタンティノープルのものを大まかにコピーしたものであった。ルシャンチ聖火のディナール帝国をめぐる東西のローマ時代の街道はワインをはじめ、海岸からの写真品である金属、畜牛、材木、羊毛、毛皮など様々な必需品を運搬しており、この経済発展が帝国の創出を可能にしたのである。重要な交易路は古代ローマのミリタリス街道やエグナティア街道、ゼンタ街道、 コパオニク街道などであった。特にラグサ共和国の商人は帝国中を通じて貿易特権を有していた。街道上における貿易と商人の安全保障は国家当局にとって大きな懸案事項であった。スレブレニツァ、ノボブルド、コパオニク、マジュダンペク、ブレスコボ、サモコフなどは鉄、銅、鉛や金銀の砂行といった採掘の主要地であった。 銀山は皇室に多額の収入をもたらし、サクソン人に管理された奴隷労働者が作業に従事していた。サクソン人の植民者らは、ノボブルドの鉱山で働き、木炭ストーブを取引していた。銀山の生産工は年間50万ドルであった。効果は、東ローマ帝国のヒュペルピューロンから派生したディナールと呼ばれたものが使われた。金のディナールは最大の単位であり、 帝国の税金はいえ1件あたり、年間1ディナールであった。アンヒルノ・ダルサートによる、地図上のセルビア国旗ダルサートの地図に基づく再現、イタリアの地図学者、アンヒルノ・ダルサートによる1339年の地図は多くの国旗を描く中、セルビアは、ホイストの近くにあるセルビアの名と共に、スコピエの上に置かれた旗で表現され、 その絵が制作された当時の首都を指す特徴であった。相当の和紙を描く旗は、ステファン・ドゥシャンの帝国を表している。ディミトリジェイ・アベラムービッチが見た、ヒラン・ダル修道院の旗は、その兄弟により、ドゥシャン皇帝の旗であったと主張され、上下が赤、中央が白の三色旗であった。ドゥシャンはまた、紫色で中央に、金の十字架がある皇室のディベリオンを採用した。 ありがとうございます。